こんにちは、おもとの方面です。今日は上級者がおもとを枯らしてしまう理由と枯らさないためにということでお話したいと思います。今までおもとが枯れてしまう理由、枯らさないためにはということで、肥料、水やり、薬害、また初心者さんや中級者さんだからこそやってしまう失敗について見てきました。それぞれ動画がありますので、興味のある方は見てみてください。今回は初心者さん、中級者さんの失敗の原因の次で、上級者さんの失敗の原因についてご紹介します。ではまず、中級者、上級者になれば自分のお棚で増えたおもとも多くなります。どんなお棚でも、またどんな品種でも、自分のお棚で増えたおもとっていうのは枯らしにくいです。私たちおもとの方面園でも、枯らしてしまうという時は、新しくよその棚から買い付けをした時に枯らすことがあります。逆に自分のお棚ですと、私たちおもとの方面園伝統のスパルタ作りという、私たちの辛い水やりで薄い肥料に慣らしてあるので、枯らすことっていうのはまずないんですね。なので上級者になれば、もうちょっとやそっとのことでは枯らさないと皆さん思うと思います。ではそんな上級者さんが枯らしてしまう時っていうのは、昔の方法に固執してる時なんですね。今まで自分のお棚で枯らしていない、まだうまくいってるからこそ、逆にその昔の方法に固執してしまって失敗することがあります。ここ10年ほどの気温や気候の変化によって、昔の水やり、肥料などのベストの時期ややり方も変化していますが、ベテランさんほど昔との変化がかなり大きくて対応しづらくなっています。皆さん上手なので、おもとの状態や気候を見ながら軌道修正していきますが、昔からのこう手癖やこう習慣を変えるっていうのは簡単ではないんですね。やはりここでもおもと栽培っていうのは毎年1年生っていうのがわかると思います。じゃあそんな時はどうするかということで、2つ提案があります。1つは習慣を変えるっていうこと、もう1つは用土と鉢を変えるっていうことですね。まず習慣を変えるということから。手癖や習慣っていうのはなかなか変えられないっていうことについて、初心者さんですと水やりの時間、肥料のタイミングなどは毎回考えてやっているので、今の気候に合わせられますが、5年10年を過ぎると自動的にこの時間なら水やり、この時間に遮光ネットで、またこの時期になったら防風ネットで、でまたこの時期は肥料をやってと、体がこう勝手に動いてしまうんですね。それ自体は本当にいいことなんですが、気候がこの10年のようにここまで変わってしまうと、逆にその経験が邪魔をしてしまうんですね。例えば最近夏の暑さがひどくなってきていますが、昔と同じ水やりでは多すぎたり、昔は夏の休眠期がなかったのに、今では真夏では休眠するおもとが出てきたり、5月の日よけも今までは1枚で良かったものが、日差しが強くなってきて今は2枚は必要になってきたり、といった気候と管理の変化ですね。用土、鉢を変える、手癖や自分のおもとの育て方の習慣っていうのはなかなか変えられないし、またストレスに変えようとするとストレスになるので、鉢や用土を変えて、今までの水やりのまま水持ちの例えば良いものから悪いものにしたり、肥料持ちの良いものから悪い用土に変えたり、でまた鉢を通気の良いものに変えるなど、そういったおもとの周りの環境を変えていった方が、ベテランさんには今までのその手癖や習慣はそのままで、気候には対応しやすいでしょう。超レアな希少種、歴史保存種、難しい品種について、自分のお棚に合う品種だけをやれば失敗しないものを、日本に例えば数本しかないものや、超希少種、また歴史保存種などの
難しいものを育てたくなります。大抵その希少なものっていうのは新品種でない限り、その性質が弱いとか、何かこう難があったり、こうチャレンジングなところがあるところが多いですので、そういった難しいものを上級者になると育てたくなってくるんですね。で、またそういったものですと、今までに育てたことのある栽培者がいなかったり、つまり説明書のないようなおもとを自分でこうおもとと話しながら育てていくっていうのはやっぱり面白いですね。その挑戦の面白さっていうのは、おもとを始めた初心者さんと面白さっていうのは同じかもしれません。また人によっては、これを自分で育てて増やさないとおもと界にとって大きな損失だと大げさに考えてプレッシャーで調子を崩してしまう人もいます。大げさな話なんですが、希少種で素晴らしい品種ほど実はこれはありまして、過去の文献を見ますと、最高の品種で、またみんなが待ち望んだ新品種ほど一本も増えずに枯れてしまったっていう記事は多く見つけることができます。高級品、高級品は希少価値が高いので値段も高いですが、同じく説明書が少ないっていうので難しいです。高級品の魔力で高いと思うとついつい水やりも多く肥料も多くなり失敗してしまうことがあります。これは例えば100万円などの高級品でなくても、自分のお棚の一番高いものや一番気に入っている品種も同じく水やり肥料は多くなってしまうので気をつけます。ベテランになればなるほどこの心理を分かっていて、大好きな品種なのにわざとこう横目でしか見ないようにして、可愛がりすぎないようにしています。上級者の枯らす原因のまとめ、自分で増やしていったおもとは枯れない、自分のお棚で気候がどう変化しているのか知って水やりなどの習慣を変えるか、用土や鉢などのおもとの環境を変えて気候に対応してみてください。高級品や気に入ったものっていうのは絶対に水をやって肥料も忘れないので、あえてスパルタ作りっていうのを意識してみましょう。ゆくゆくは日本に自分しか持ってない説明書のないおもとをおもとと直接話をしながら作り上げていってみましょう。はい、では今回のおもとを枯らす原因、枯らさないために上級者編はいかがだったでしょうか。私たちおもとの方面園は、私たちのホームページやこの YouTube でおもとに関することを様々に発信していますので、今回の情報がためになったという方はいいねボタン、チャンネル登録、ただすごくためになったとか、おもとのこんなことを教えてほしいなどコメントをいただけると励みになります。おもとの方面園でした。ありがとうございました。